ブラブリッツ秋田の阿部海斗です。僕のプレイヤーズヒストリーご覧ください。それではキックオフ秋田スタートです。こんにちは、 AAB 新人アナウンサーの中島千穂です。今週のキックオフ秋田、最初のコーナーはディフェンダー阿部海斗選手のプレイヤーズヒストリーです。鮮烈なデビューでした。18歳、プロ1年目で開幕スタメンを獲得。2試合目でプロ初ゴールをマーク。全然やれるっていう自信があったんですけど、いやでもその時調子乗ってましたね、本当に。いきなり脚光を浴びた裏で人知れず苦しんでいたあの頃。自分病気で脱毛症で、で髪も抜けてて、でもう隠すのもあれだったんで丸見てました。今シーズン、J2 ファジアーノ岡山から期限付きで加入した阿部海斗選手。ポジションはディフェンダーです。大分県出身。親元を離れたのは15歳の時。福岡の名門、東福岡高校へ進学。1年生ながら日本最高峰プレミアリーグのメンバーに登録されたものの、足の付け根の痛みを発症、長期離脱を余儀なくされました。脱毛症を患ったのもこの頃です。やっぱ怪我でプレーできないのが一番辛くて、親元離れてその福岡に行かせてもらっててるのに、そのプレーできない歯がゆさもあったし、でもその中でも親はずっと見守ってくれてたし。武器は今も当時も圧倒的なスピードを生かしたボール出し。高校の同年代では誰にも負けない自信がありました。怪我が治り復帰すると J リーグのスカウトの目に留まります。高校卒業後オファーがあった岡山に入団。1万人近い大観衆の中、ホーム開幕戦でゴールを挙げました。しかしその後は出場機会が激減。以来5年間スタメンをつかみきれないシーズンが続きました。なんかそんな甘い世界じゃないですし、怖さを知って自分が行ってそのスペースをやられたりとか、そういうのも多くなって、毎試合毎試合がまあやっぱの重みはやっぱ違いますし、それでみんなご飯食ってるし。そんな時声をかけてくれたのはチームの先輩たち。そのプレーや姿勢に学びました。で、力人くんが J1 行くってなって、お互いまた J1 でプレーしようっていう話をして、自分はもうそこで絶対に J1 行くんだっていうのは思いました。ディフェンダー4番新秋田の壁、阿部海斗。さらなる高みと出場機会を求めてプロ6年目新天地秋田へ。古巣岡山戦を除いてここまでリーグ戦19試合フル出場を続けています。首位町田戦で値千金の決勝ゴール。プロ初ゴールを挙げたあの日から実に5年の月日が経っていました。そうですね、なかなか試合に絡めない時が続いて、でもその時に支えてくれた人もいましたし、そういう人たちにもプレーしている姿っていうか活躍している姿を見せたかったんで、今日のゴールは非常に嬉しいです。まずはそのチームの
勝利ですけど、その上でやっぱ自分の価値を見出して目指している部分だったり、日本代表に入っていきたいなと思って。ここからはサッカー関連のニュースをお伝えします。来月行われるサッカー女子ワールドカップに向けた日本代表なでしこジャパンのメンバーに秋田市出身の石川リオン選手が選ばれました。石川リオン、県内出身者がワールドカップ女子日本代表に選ばれるのは石川リオン選手が初めてです。秋田市出身の石川選手は三菱重工浦和レッズレディース所属のディフェンダーです。女子サッカーの WE リーグでは身長172センチの長身を生かし、全試合フル出場でチームの優勝に貢献し、ベストイレブンに選ばれました。入るか入らないかという状況でドキドキしながら見たのが初めて で、まあ、今年はレッズの活動はもちろんですが、今回のこのなでしこジャパンのワールドカップに向けて頑張ってきたので、まあ、選ばれて素直に嬉しいです。代表という責任を持って全力で自分ができることをやっていきたいと思います。3大会ぶりの世界一を目指すなでしこジャパンのワールドカップは来月20日に開幕します。 J リーグタイトルパートナーの明治安田生命が2大プロジェクトを通じて社会課題の解決につながる取り組みをしています。当社が J リーグタイトルパートナーとなったのは社名露出のためではございません。 J リーグの100年構想やホームタウン制といった理念と地域に寄り添うという私たちの思いがぴったりと一致している、いわば志を同じくする仲間と思ってのことであります。したがってタイトルパートナー契約に加え、明治安田生命は全ての J クラブとも個別にクラブスポンサー契約を締結し、全国各地で活躍する J クラブとの絆を深め、地域貢献に取り組んでおります。明治安田生命と J リーグの出会いは2014年です。これまでに9年の歴史を歩んできました。 J リーグとの関係構築をテーマに、従業員一人一人がサッカーや J リーグに興味を持ち、好きになり応援するような風土作りから始まり、 J リーグや J リーグクラブとタイアップして地域の人たちが地元選手と楽しみながら歩くことで健康づくりも応援できる J リーグウォーキングや、未来世代の子どもたちの健やかな成長に向けて小学生サッカー教室を開催しています。2023年から始まる第3期は、これまで以上に明治安田生命と J リーグの絆を深めて地域社会や地域の人たちの発展に貢献し、社会的価値の創出を目指すこととしています。全国各地に営業拠点を構える明治安田生命の強みと、スポーツを通じて地域に密着している J リーグ J クラブの強みを結合させ、地元の自治体や企業も巻き込み、地域社会の課題解決や地域経済の活性化に貢献していきたい考えです。当社は10年後に目指す姿を、人に健康を、町に元気を、最も身近なリーディング製法へと定めております。特に当社では健康寿命の延伸という社会課題に対して、お客様の健康増進を応援するみんなの健活プロジェクト、地方創生の推進という社会課題に対して地域社会が抱えるさまざまな課題ニーズに応えていくことを目指す地元の元気プロジェクトの2大プロジェクトを通じ、社会課題の解決につながる取り組みを推進しております。続いては11日に行われた明治安田生命 J2 リーグブラウブリッツ秋田対ズエーゲン金沢の試合を振り返ります。金沢をホームに迎えたブラウブリッツは後半、左右から相手ゴール前にクロスを送るシーンをたびたび作りますが、どれもシュートを打つことができず、決定的チャンスを生み出すことができません。セットプレーのこぼれ球には阿部が反応しますが、ボールは枠の上、高田からほぼゴール正面でボールを受けた飯尾のシュートも枠を捉えられません。試合終了間際のフリーキックもパンチングで跳ね返され、ブラウブリッツは5試合連続で白星なし、
そして3試合連続無得点に終わっています。まずコテを打ち破れるその力、走ってスルートゲイを作る力、ゴールを奪う強い意志、それで練習からだと思います。ブラウリッツ秋田の次の試合は来週24日土曜日に行われる藤枝舞 FC とのホームゲームです。先着2500名にはユニフォームデザインをモチーフとした青ユニをプレゼント。私が着ているのがプレゼントされる青ユニです。背中には背番号も入っています。来週は所有スタジアムを青く染めましょう。キックオフ秋田、また来週。